ご希望のヘアスタイルを実現できるように、後ろ髪の長さはロング、セミロング、ショートの3種類に。前髪はナチュラルも用意しています。帽子は TPO に合わせて選べるバリエーションを用意しています。13歳で小児がんの治療を体験し、現在小児がんネットワークみんな仲間プロジェクトの代表を務める小俣さんにウィッシングキャップについて伺いました。女の子にはいい、 すごくいいですよね。あの同じものが並んでてっていうのではなくて、いろんなその髪の長さであるとか帽子の種類も選べるわけで、その多種多様にあるというところが一番いいと思います。ご自宅でお休みの時から外出時まで、どんなシーンでも快適さと使いやすさを追求。豊富な組み合わせによって既製品でありながらオーダーメイドと同等の満足感が得られます。付け髪は美容院などでお好みに合わせてカットすることもできます。それまでと同じようなヘアスタイルを再現したり、新たなスタイルにチャレンジすることも可能です。やっぱり髪の毛がないっていうと、その人の目を気にしてしまうということがあるので、それを気にせずに外に出れるということでは、QOL ですよね、その外に出てっていうことを助けてくれるアイテムでもあるのではないかなというふうに思います。治療中でも以前のように暮らしたり、おしゃれを楽しみたい。そうすることで治療も前向きに取り組めます。上手に気分転換することが長期間の抗がん剤治療を乗り切るコツ。おしゃれをして外出を楽しんでください。